なんか立憲民主党が次の内閣ネクストキャビネットを設置したみたい。ネクストキャビネット設置って本気で言ってるのかな。ではそんな立憲民主党の次の内閣ネクストキャビネットに関する報道内容を見てみて。立憲民主党は13日、政権交代を果たした後の閣僚候補を示す次の内閣ネクストキャビネット NC を設置し、初閣議を国会内で開いた。ネクスト首相に就任した泉健太代表は NC について、政権担当能力があると示す第一歩になると記者団に述べ、活発な政策論議を進めていく考えを強調した。NC は官房長官に長妻昭政調会長、外務安全保障省に玄葉光一郎元外相と旧民主党政権での閣僚経験者を起用。他は中堅や若手を中心に人選し、13人中5人を女性とした。立憲民主党の支持率から考えると、政権交代なんて起こり得ない夢物語だと思うんだけれど、なぜこんなことをやってるんだろうね。ネクスト首相って、意味不明なんですけど。そんな立憲民主党のネクストキャビネットに関しては、飯山あかり氏が次のようなツイートをしてるんだよ。飯山あかり。TBS が速報とか打って喜んでいる立憲の次の内閣、防衛大臣が存在しない上に、災害対策、消費者、科学技術、デジタル、行政監視の担当大臣が、元 TBS の杉尾秀也とか、どんだけ怖いんだよ。飯山氏の土星論。さすがだよ。でもね、この飯山氏のツイートに対し、なんと、立憲民主党、泉代表本人が食いついたことで、飯山氏と泉代表のプチバトルが勃発してるんだよ。泉健太、立憲民主党代表、衆議院議員。防衛大臣が存在しないなどと、ほんまに思ってます。立憲民主党の次の内閣では、玄葉光一郎安全保障大臣が任命されています。ちなみに、衆議院で防衛政策を議論する委員会も安全保障委員会と言います。飯山あかり。見知らぬ他人である私に対し、ほんまに思ってます。と慣れ慣れしい口調で馬鹿にするのも大概にしていただきたい。実際、防衛大臣は存在しないではないか。言い訳や論点ずらしならば、もう少しうまくやるがいい。仮にも野党第一党の代表たる者が聞いて呆れる。泉代表、しっかり論破されちゃったね。今回の立憲民主党のネクストキャビネット設置に関しては、飯山氏以外にも多くの国民から苦言が上がってるんだよ。ゼロにゼロをかけてもゼロって、小学生でも知ってる事実。しかも宮北メンバー、左巻きらしい相変わらずの人材不足。ままごとですね。ままごと遊び。まるまるごっこって楽しいですから。こっぱずかしいわ。学芸会内閣ですかね。当たり前だが、他国の野党はこんな遊びせんやろな。イメージトレーニングですね。無駄ですけど。妄想くらいやらせてやれよ、かっこ笑い。内閣ごっこ遊びは失礼だぞ。正確には悪夢の民主党政権再現ごっこ、かっこ笑い。こんなごっこ遊びを歳費もらいながらやってる政党ってほんといらないです。今のような統制でやってて恥ずかしくないのかね。その辺の感覚が全く理解できません。当然、積極的不支持です。絶対こんな奴らに任せたくない。泥沼の日本になるのは目に見えている。政策も出せよ。森かけ桜かい。自分たちの支持率見たことないのか？みんなの言う通り、立憲民主党がやってるネクストキャビネットは、完全にままごとであり、政権交代ごっこだとしか思えないよ。だって、立憲民主党がいくら頑張ったところで、政権交代なんてなせるはずがないからね。おそらく立憲民主党のネクストキャビネット設置は、誰かに向けた単なるパフォーマンスだと思うけれど、こんな意味のないことばかりやってないで、もっと与党の暴走を止める動きをしていただきたいものだよ。そうじゃないと、立憲民主党の存在意義がなくなるし、
立憲民主党そのものが歳費の無駄になっちゃうからね。もう特定野党のパフォーマンスには多くの国民がうんざりしてるんだから。わかってます。泉代表。